カードを渡しました。へぇ、はい、ありがとうございます。こちらがフロント、こちら、まあ今日は一人ですよ、はい、リコールとかのものがあったんですけど、ああ、ありがとうございます。これです、これこれです。これはメルカリで買えるディーラーオプションのやつです。僕のなんかこれウィッシュで買ったやつです。千鳥講師ウィッシュアルファのロゴどっか飛んでっちゃいましたなくなっちゃった、ね、そうそうそう、ただの黒いキャップになっちゃったメルカリですね。グローブもフェイスブックで一番使いますよね。でもそんな割と普通3万円ぐらいするのかな。そうなの、5000円です。なんかちょっと麻痺してきますよね、うん、そうだね。社会的なのですよ、私たち。そうですね、別世界で。なんか化粧品とかも、化粧品ですか、これ。よくわかんない。え、これ、え、これ車のシャンプーとかじゃないですか。なんて書いてるかわかんない。これカーシャンプー。カーシャンプー。頭洗う。欲しくなっちゃった。ポルシェのトランクだと思ったらなんかメンテナンスキット的なやつです。小皿？あ、違った。違う、何焼き？違う、センターキャップでした。アルファルミアあるじゃないですか。小皿小皿か、朝の焼きから有田焼きから、小皿。ちょっと絶対あげたの、小皿って言ったの。これパッと見小皿ですね。パッと見小皿だよね。醤油入れる感じだよね。怒られちゃいますね。小皿。前もここ来て、あ、そうなんですか。ブーッと聞いて、この時もこれよかったね。これ、この間筑波山にいたんですよ。そうなんだ。また別の車体ですけど、でもこのポルシェ、いたんですよ。なんか傷が入ってるのかな、まあ、でもそうだよね、古いんだもんね。あ、そうそうそう、もうまさにこれ。ほんと、うん、色も。前ね、もっといっぱいあったんだよ、車。今、車が入ってこないって言ったけど。売れちゃった。注文したら、はいはいはい、ね、なんかありましたね、燃えちゃったんじゃないですか、火事、火災で最終的に沈没でしょ、どっかの海の中なんかわかんないけど、もったいない。国産車だと勝手にガチャガチャ開けて勝手に座ったりするけど、とてもできないです。遠巻きに当たらないようにお手を触れないでください。ロッケやスマホを当てないように本当に抱え込んじゃいます。全店主みたいな、ロボットみたいに動いてました。
高級な高級なおもちゃですよね。消防車とパトカーと救急車ってことですね。でかでかくないですか。でこれは、これぐらいでいいのかな。僕みたいな庶民にはちょっと使い道がわからないですどういう時に使うんだろう。ミートゥ最初持ってったら邪魔だろうなとか思っちゃいました。ベルトがおしゃれですね。マルティニカラー。あ、本当だ。服を選びますね。そうですね。サングラスとか作ると、大体かけてますよね。アルファの方が1万円ぐらい安いですね。まあでも、今もうでも売ってないですよ、アルファのサングラス。絶版になっちゃって。真ん中にあのグリルが、縦のグリルが入ってるんですよ。かっこいいね。かっこいいんですよ。あ、マウスか。本当だ。4C のマウスもあるんですよ。あ、本当、うん、めっちゃ速いですよ。ちょっと使いにくい。めっちゃ速い。なぜアルファロメオに？ん？なぜアルファロメオが好きになったんですか？なぜ？かっこいいから。一目惚れです。単純です。同じです。本当になんか2013年の CM、うん、見てからです。どんな CM？好きに理屈はない。ジュリエッタの CM。この CM で私はこの車が絶対買おうと思って直近に。僕は一番最初のアルファは GT だったんですけど、うんうんうん、安くてかっこよかったんですね、うん、50万ぐらいで買ったんですよね。5、60万ぐらいで、その割にかっこいいし、まあ、その分めちゃくちゃ壊れましたけどね、うん、でもなんか壊れてもまあ一家ぐらいな。4C はたまたま 4C の存在は知ってたけど、まあ、とても手出ると思ってなかったし、うん、まあこう全く射程にはなかったんですけど、たまたまこう車屋さんでフェラーリ 4C マクラーレンって並んでて、あれなんであの車と思って NBOX らしくて U ターンして戻ってそしたらもう一目惚れしちゃって、なんか可愛らしい星番号入ってる。あれ買った時まだ安かったんですよ。ジュリエッタの新車ぐらいの値段で、なんか信じられない。その倍ぐらい、倍以上ってことこれもかっこいい。新車ももともと安かったんですよね。870万円、開かない。あれが鍵なんだ。キーホルダーストックしてもらっちゃった。あれの。ああ。千鳥格子のやつがあって、あでここにはないって。で今長久手に連絡してくれて、うん、あっちにストックあったからちょっと、うん、取ってもらう。どれ？色が違う。千鳥格子のやつ。あここにはない。今売れちゃったんですよ。売れちゃった。はい。ね、多いらしい。名古屋車好きやっぱ多い。多いよ。多いっすね。多いと思うよ。走っててめっちゃ子供に指さされて、本当手振って、あどうもーっつって。楽しいはやっぱなんか特にさ、なんかちょっとこう愛嬌があって、うん、目に留まるんじゃない？多いですよ。そうですね。でもね、やっぱ名古屋はね、結構今日だって午前中だけで4台目撃した。本当？へえ。俺もあのうちのさすぐ近くにさちょっとなんか結構あのあそこにあったんですけど、豪邸があの新しく建って、うん、でそこがジュリエッタ置いてあるの。であのユミさんの、はい、あれね県奥山じゃないんだけど、あのホイールがね県奥山のやつと一緒の。ホイールだけって売ってるの？本当だ。やば。豪邸ですね。ほら。あ本当だ。本当だ。ホイール一緒だ。そううちの近くにまた出てきた。映しちゃいけないし。なんだ止めれんだろうね。5、6回くらい止めれそうな、なんか駐車場は。本当ですね。いいね。こんな家住みたい。駐車場に住みたい。ガレージに住みたい。何の苦労に入ってるんですか？
そうですね、そうそうそう、はい、僕もやってるというか、あ、三田先生とかは知らないですかね、一宮の方、向井プラド三田さん、副会長やってた、三田さん、三田さんうん、あ、先生ってドクター、ドクターですね、歯医者さんですけど、三田さん、知ってる、知らない、知らない、三田さんが知ってる、結構古いアルファの人ですか、もう昔からの、あ、はい、あ、はい、あ、当時も浮気をしようと思ってこの子来るんですけど、はい、いいんですか先生って、やっぱりもうちょっと先にするわけ、だんだん年取っちゃったらねアルファはやっぱりなんか生き物っぽい感じがするんで、全然ポルシェとは違う、はい、いい意味でも悪い意味でも生き物、ね、そう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 、いい意味でも悪い意味でも、ね、機嫌があるんですよね、違う、で逆にポルシェもいい意味でも悪い意味でもそのアルファと違う、何しても怖くない、機械的なところはあるんですよ、うん、ポルシェは、うん、機械っていう感じがね、星、星っていうかアルファは機械って感じしないですよね、本当に物って感じです、本当生き物、すねるから、そうそう、すねる、なんでみたいな、ちょっと昭和な家電みたいなところがあって、こう叩くと治ったりする、ポルシェなんかテレビみたいな、そうそうそう、常に同じ感覚で答えてくれる感じ、ああ、でもサーキット俺走るからわかるけど、うん、すごいしっくりくる、なんていうか、4Cか、そう、他のアルファで走ったことないからわかんないけど、GT の時も走んなかったかわかんないけど、まだこの人ね結構サーキット、ああ、そうですか、そうそう、走るんですよ、本当、うん、足しか変えてないみたいなもんだけど、うん、すっごい操れる、うん、なるほどね、大した車ですよ、隣もすごいですね、あれ GT3、 あれは、あ、そうですね、ね、GT4、よくわかんない。997って感じ。997。GT3 のある。あ、GT3 のある。知り合いが、必ずこう、車に乗せるとこにずっと入ってるのは、知り合いが、車友達だったから、ユミさん、またなんか謎の、なんたこ焼きかな。たこ焼きでもそうかも、違うか、でもシリコンのなんか料理をするやつだね、これですよね、プレートワッフル的な、こんなもんですよ、こんなもんってアイスまあ近い近いです、まあ、氷作るか、口に入れるもんです、あ、でもポルシェのアイスができる、ポルシェのアイス、ね、すごい、氷ができるのか、ちっちゃくないですか、ちっちゃいね、あれなのか、面白いですね、メーカーが違うと、あ、いろいろある、ビンゴが入ってる、あ、そうそう、さっきやった、また当たんなかったんですよ、当たんなかった、もうそうなんだ、女神子も当たんなかったしダメなんですよ、くじ運っていうやつが、そう、リーチは3つぐらいあったのに、あ、無駄に空いてますこれ、これです、これです、本当だ、無駄に空いてます、うん、でもこの時間で言わせよかったかも、意外とゆっくり、そうです ね、 ね、これから道行くもんじゃないですか、そんなことないですか、この辺、うん、ですよね、まあ明日も休みなんで、今日がちょっと日曜だと、うん、あれでしょ、もう土日が休みなんでしょ、そうです、うん、私それはないんですよね、あ、不定期、交代勤務、シフト、シフトで、